初めてそれをいいって言ってくれたのがスマブラの桜井さん。開発に遊びに来て、これカメラの演出って誰かやったの、はいはいはい俺みたいな、これいいですよね、え、そうっすかって言って、セブンを始める頃にいろいろやっぱ見たんですよ、ネットの評判も見て、で海外のサイトで見てびっくりしたのが、バイオハザードは復活することができるかってアンケートを取ってるサイトがあったんですよ。逆に言うとそんなことを言われる状況なんだっていうところからスタートだったんで、逆に中西と2人で腹くくった感ありますよね。あ、じゃあもういいじゃんと、もうこれでダメなら俺らクビじゃんっていう、カプコンのすごいところってやっぱダメなものダメっていう、ダメでアップマーケでも直すじゃん、直します。これがあるうちは、お客さんにとってちょっと安心できるよね。本当大事なのよこれ。そうそうね、だからクソゲーは出ねえぞっていう、仕組みなのシステムだよシステム今だから言えるビレッジも、あれ実は、ね、じゃあ次の話題、個人的に好きなバイオハザードタイトル。でも三上さん好きなタイトル、それはやっぱりあれでしょ、自分が作ったやつ1と4かなっていう。でも1と4って、まあ、1はもちろん一番最初なんですけど、4個人的にやっぱバイオ4 の, あのカメラの画角、あの普通のTPS とも、今で言う TPS とも違う、あのビハインドっていうか、こう本当に、あの画角よくチョイスしたなって未だに見て思うんですけどね。違和感がゼロ。ああ。逆に。だから、新しいことしてやろうと思ってなったんじゃないの。だから、結果的にみんながそう言ってるだけであって、感覚的にこれぐらいのカメラがいいかなっていう。っていうとこで、別になんかこれ新しいなとか全く思わなくて、初めてそれをいいって言ってくれたのがスマブラの桜井さん。開発に遊びに来て、これカメラの演出って誰かやったの、はいはいはい俺みたいな、これいいですよね、え、そうっすかって言って、ロストプラネットやってる時に E3 に初めて出展した時にちょうどギアーズのチームが来てて、ロスプラのカメラ見て、なんか向こうのチームに取り囲まれて、バイオ4のあのカメラは発明だったのになんであのカメラにしないんだって散々言われて、いやいやゲーム違うじゃんって話で、そうね、でも俺らはちょっとあのカメラを参考にしてギアーズ作ったんだよ見てよみたいなんで引きずり回された思い出はありますけどね。意外にそこ褒められても全くピンとこないんだよね、俺やったぜってのがまずないから、これこれでいいんじゃんって言って、格闘技行ったらこう溝落ちのうまくポンと入った時にそんな手応えないんで、相手がウィーって痛がってるから、あれ聞いたんやみたいな、今聞いたんや聞いたんやみたいな。結構やっぱ自分が全くね関わらなかったバイオハザードが4だったんで、ゲーム全体やっぱ新鮮やったんですよね、すごい遊んでて、でガラッと変わってるし面白かったし、ただあのサラザールロボが出てきた時だけはたまげましたけどね、あれも最初入ってなくってアニメーターが真面目すぎてつまんないって言って始めて、なんかむちゃくちゃしたいって言ってよ、なもうロボ出したろ本当にノリひどいよねそれいたずら小僧の顔で言ってる感じじゃないですか今。いや本当そうよだから真ん中中盤超えたあたりでなんかつまんないねっていう、ここでカンフル剤なんか欲しいっていう時に、そのアニメーターの子がね、なんか ロボいいみたいな、もうじゃあもうロボ出すかみたいな、なんかシナリオも短い期間で作られたみたいな、あれがね地獄だったよベロインカンシナリオを書かれて、まあ、バイオ2もやられてるんですけど、その杉村先生亡くなった、はいはい、先生って言って、僕ずっと先生って、先生あのバイオ4のシナリオを頼みたいんです、ね、企画の内容説明してこうですって、分かったよって言って、でどれぐらいでやればいいんだよって言ったら1ヶ月ですちょっと待ってよちょっと待ってよ思い出すわ、ちょっと待ってよっていう、で普通プロットでしょっていう、いやプロットじゃないんですよ、あの第1項が全部あの、まああと修正が入ってもいいですけど第1項は1ヶ月でっていう、い
や無理だよそれって言ったら、いやもう先生しかこういう無茶をお願いできる人いないんですよこんな普通の人だったらしばかれるから先生もいつもこういうって言ったんだけど、ちょっとちょっと考えすぎて、やっぱり無理だよ三上君、じゃあいいですあとこっちでやりますんで、出て先生を東京に返して俺がやることにあれはで2週間ぐらいで全部書き上げたんだけど、そのまあ定時以降家帰って、まあ、8時9時ぐらいから書き始めて朝5時6時まで書いて、昼出社にしてもらって2週間ぐらいで書き上げたのがあれで、あれねちょっと特殊でもう時間がなかったし、シナリオもあって敵とかのデザインできなかったのよ、だから実はほとんどの敵のデザイン画を最初に上げてたんだよ、それに当てて描いたんですか、当てて描いた、うわすごいなそれ、そうなんだよ、だからもうある程度の敵ってデザインが大体8割ぐらい決まってて、そこに当てて描くっていう、で時間がなくってっていうぐらい追い詰められた割にすごい良い仕事ができて、で1にも2にもやっぱりあのチームのおかげなんだよね、もうこれ以上ないっていうぐらいドリームチームだったんで、そんなこんなでディレクションがガタガタだった割には本当によくまとめてくれたなって、次、誰にも気づいてもらえなかったこだわりのポイントは何ですか？ポイント、これ僕のこだわりじゃないんですけど、僕めっちゃ思えてるのが、あの、神谷が、バイオ2作ってる時に、レオンのベルトは焦げ茶か黒か。覚えてます？覚えてるわ。焦げ茶か黒かで大喧嘩して、ちょっと武田さん見てください、こっちが黒でこっちが焦げ茶なんですって言った時に、あの当時ってテクスチャーもあれベルト2ドットぐらいしかないんですよ、2ドットの本当に数ドットが茶色いか黒いかぐらいの差しかなくて、これどっちでもええんちゃうんって言ったらめちゃめちゃキレられて、そんなこと言う人だとは思わなかったって言われて神谷も若かったね、若かった、初ディレクションだったっけ、初ディレクションですあれね、だから、あれもなんか サイドなって言って、ね、俺は見ててそこのこだわりはどうでもよかったかもしれないけど、そういう人たちってやっぱり自分なりのこだわり持ってて、それがやっぱり作品のクオリティを一つのベクトリーにまとめるところにやっぱりこう少なからず貢献してるんで、そうなんですよ、僕はでも今までずっとこだわりは最小限っていう、ただそろそろちょっと濃いめに出そうかなっていうのは、いや出してくださいよ、だから濃いめに出すとだってゴッタンに近づくからね割と好き勝手やらせてもらったタイトルで、ゴッタンドね、ゴッタンドね、バイオ4の後にやらかしたやつよねどうして流行ったバイオハザード大ヒットの自己流分析、ゲームでこんな怖い思いをしたのは初めてっていう、当時はやっぱり新しかったしなかったっていうのが、で心霊本に走りがちな時に、ホラーなのに敵倒せるゲームとしてっていうこと自体がちょっとあんまりなかったんで、それも含めてちょっとまあまあ新しい感が当時あった、で映画ライクの演出、ちょうどプレイステーションでかかって大人のお客さんが結構二十歳前後の人がゲームを買うっていうところの層と一致したっていうのがマッチしましたね、やっぱ個人的にはあれじゃないですかね、銃って薬莢が飛んだとこじゃないですかねああそれもね、バイオってある側面から言ったらそうなんですよ、銃の魅力なんだよね、あそこまでちゃんと銃を真正面から捉えたゲームってなかったんで、それまで本当に、まあ、やっぱり銃の魅力って相当バイオの中でも、まあ、ゾンビと銃ってある側面で、ゾンビ好きと銃好き集まれみたいな、それもあるなーって、確かに本来のマーケティングって、2つあって、新しいものをヒットさせるためのマーケティングと、それからシリーズに近い、ノリのものを順当に成功させるためのマーケティングってあって、で僕から見るとそのほとんどのマーケティングをやられてる方っていうのは、
過去のデータの蓄積から、うん、多分ヒットなりの法則を、うん、データ取ってロジカルに導き出してっていう、うんうん、ジェリー・ブラッカイマーっていう人が、うん、海賊映画って一度もって当たったことないっていうのに作ったじゃんっていう、うんうん、でなんで作ったかって、で過去のデータ化したら絶対失敗するからやめとけよって話になるのに、うん、なぜかって言うとそれは匂いでしかなくって、うん、匂いで嗅ぎ分けた時に、あ、これ売れる匂いがするよねって、で後から大体解析をされる話になるんだけど、今の世の中ってそのあれをしなさい、これをしなさい、これをしないけしちゃいけないっていうことが多すぎて、もっと人間って欲深くて、うん、自由奔放に行きたいとこがあって、それを今の社会が押さえつけてる感がすごく強くって、そういう時に一つはあの海賊の時代、あの古い時代のあの海賊に憧れる人たちって結構需要があるんじゃないのっていう、そこに向けてポンと出すのがやっぱセンスいいなっていうのは非常に思ってた。でも正直ね、やっぱね、25年続くと思いませんでしたよ。うん、僕も思ってなくて、うん、あれ昔よりもだん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 年を重ねていけ、本当のバイオファンってちゃんといるじゃんっていう実感にはね、うんうん、ここ何年かで変わってきた気がする。ああ、それはありがたい話ですね、うん、だから一番こうやっぱり最近言ったら僕はセブンすごい良かったなって。お、ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったなって。4以来、これいいなと思ったのがセブンだった、ね、マジっすか。スタッフでバイオすごいずっとやってる人に話をしたことがあって、セブンもすごい良かったですよって、うん、8もすごい良くて、じゃあ7と8どっち好きなんて言ったら8って言う。嬉しいな。なんで？なんでって言った時に、うん、セブンはすごくホラーとしては良かったかもしれません。ただ、バイオハザードとしては、これまでの流れを継承するとこは薄かった、あまりに。なんで、そういう意味で僕はファンとして、8が好きですっていう。まあ、こうつきがたい中で、8を選んでる人がいるっていうのは、単純に好きな人が、キャラクターが出ている世界観一緒だったとか、なんかこう、本当の意味でシリーズをして、より多くのファンっていうのを、定着させてきてるのかなって、ここ最近ですよ。4、5年ぐらいじゃない？多分、セブン以降。いやいや、俺がやったわけじゃないから。いやいや、でもね、三上さんにそう言われると、とりあえず泣いていいかなって気にはなりますね。だからホラーを軸にしたっていうのがやっぱね、良かったのと、それから、まあ作るディレクター、毎回そうなんだけど、ディレクターに応じて、やっぱそこの一番いいとこ生かしながらっていう、うん、本当にね、誰かが作ってきたブランドじゃなくて、その時よりのスタッフたちが本当に真面目にしっかりとバトンを受け取って作ってきてるタイトルだと思うんで、うん、本当にスタッフありきのタイトルなんですよね、バイオハザードって。そうね、だから、うん、一生懸命なんとかしようっていう、クリエイターの思いと、うん、それから乗りかかった船みたいなとこもあったと思う、うん、お客さんがやっぱり見放さずに一生懸命っていう、うん、やっぱり次は来たい次は来たいっていうところで繋いでくれたっていうところが、伊達にこう25年ね、お互いこうね、うん、頑張ったわけじゃないなっていうのは。そうですね。いい話じゃないこれ。いい話です。ちょっといい話じゃない。めちゃめちゃいい話ですよ。ちょっとめちゃめちゃいい話。なんか、三上さんに締めてもらった感じですよね。うん、俺、こんな話しないからね。しないですね。うん。でもね、セブンを始める頃にいろいろやっぱ見たんですよ。ネットの評判も見て、うん。で、海外のサイトで見てびっくりしたのが、バイオハザードは復活することができるかってアンケートを取ってるサイトがあったんですよ。逆に言うと、そんなことを言われる状況なんだっていうところからスタートだったんで、ね、うん、逆に中西と二人で腹くくった感ありますよね。あ、じゃあもういいじゃんと、もうこれでダメなら俺ら首じゃんっていう、うん、だからまあ結構よそからの人が来ると責任もそれも軽くなるんで、うん、やりやすいよね。やりやすかった。ずっとその同じ部署でやってて、うん、責任者って流れを組んじゃうと、うん、変革がすごくしんどい、うん、
それができるうちは健全で、うん、できなくなってきたら、うん、ああ、ダメなものをダメでって見過ごすっていうのは、お客さんにとってそれはね、いいことないんで。あ、向いてないんですよね。そういう判断しだすと、お客さん側向かずに、スタッフとかそっち向いて仕事しちゃってるってことになっちゃうんで。だから、カッコンのすごいところって、やっぱ、その、ダメなもの、ダメっていう。ダメで、ね、アップ負けでも直すじゃん。直します。これがあるうちは、お客さんにとってちょっと安心できるよね。本当大事なのよこれ。そうそうね。だからクソゲーは出ねえぞっていう、仕組みなの、システムだよシステム。今だから言えるビレッジも、あれ実は2ヶ月前にシナリオの根幹変えましたからね、マスターアップ2ヶ月前に、うん、それができるっていうことがやっぱり、その安定したクオリティのためにすごく必要。かっこ悪くてもいいから、うん、必ず良くして出すっていうのは、うん、もう痩せ我慢してましたもん、チームも。ここをこうやって変えた方がいいんだけどっていう話になって、そうそうそう、こうやるってこっちの方が面白いと思うんだけどって言った瞬間に、やっぱみんなしんどいから、うん、嫌なんだけど、うん、面白いと思っちゃったから、いや2ヶ月でなんとかしますって言いましたからね、うん、改造が一番きついからね、うん、でも、うん、それの積み重ねを何十年かやることによって、うん、ある程度開発がそういうやり方を、うん、世間一般的なけしからん的な、うんうんうん、スケジュール景気で伸ばすみたいな、ところでクオリティを安定させるっていうことに対しての、うん、社内信用っていうのが結構できてきてると思うよ。だって僕らだって間に合わしたいわけじゃないですか。別に間に合わさないでいてやると思ってないですもんね。それは俺は言うへん。ざったここを言っとかなかんですよ。俺かっこいいじゃない、そんなにたくさん守ってないから、はい、あんまりその、何人で貸しとんで昔のみたいな。いい顔で言うな、もう、今日一の笑顔で言うな。今日、裏切ってよ。裏切ってよ。なもう。俺は言われへんな、それ。はい、休憩休憩もう休憩はい、ありがとうございます。置いたままですか。アミレーターみたいな。どれぐらい打てますか。あ、いいのついてる。ああ、じゃあそれバッチリ合わせてもらえ。なるほど。ですか。